こんにちは。早速ですが問題の内容を確認していきます。3つの直角三角形 ABC と DBE と FGC ですね、これを重ねました。四角形 ADHF が正方形の時、この面積を求めてください。こういう問題になっています。では今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきますね。重なってる3つの直角三角形、すべて大きさは違いますけれども形は一緒ですね。相似な図形になっています。分かっている長さ5センチ、5センチ、10センチから各辺の比ですね。こういったことは出てきますけれども、この直角三角形自体の面積、これだけは出てこないですね。まず注目したいのはこの正方形です。正方形が斜めにあるんで、斜めの正方形見てあげたら直角三角形を付け足すっていうのがありました。これがそれに当てはまるかどうかは置いといて、まずこの正方形に注目したい。そこでこの正方形で注目したい点はここですよね。これは大きい直角三角形の頂点、もしくは辺上の点ですね。ここだけ内部なんです。内部の点ってそのまま扱いにくいんで、ここに注目するっていうのと、この正方形ですね。周りに直角三角形付け足すってことを考えると、こういう線を引くことができますね。この線って底辺に平行な線です。ここにできている四角形、これ平行四辺形で、これ10センチです。同じようにここが5センチですね。この線引くことで分かることはありますけど、この5センチっていうのはこの問題解くのには必要のない長さですね。もともと6センチだろうが7センチだろうが何センチでもよかったんですね。この三角形だけで考えればよかったってことが分かりますね。下の部分消しておきましょう。さあ、これだけでよく見る図形になってきましたね。直角三角形の中に正方形が入っています。ここからこの正方形の面積の出し方、いろいろあると思いますけれども、まずこの5センチと10センチ、ここ1対2ですね。そうすると、ここと、ここの長さ。これとこれ平行ですから、ここを2丸とすると、ここが1丸。そしてこれが正方形なんで、ここ1丸。要するに今扱っている直角三角形っていうのは90度を挟む辺の長さの比、これが1対2の直角三角形、こういうことがわかります。じゃあまずこの直角三角形の面積から求めていきましょう。直角三角形型の相似なんですけれども、この問題のように直角を挟む2辺の比1対2っていうことがわかったら、この90度のところから底辺にまっすぐ線を引いてあげます。そうすると、この三角形、この三角形についても、90度を挟む2辺の比、これが1対2ですね。これについても、こことここが1対2になっています。だから、ここ1四角とすると、ここが2四角。ここが4四角。こういう風にわかります。じゃあ、この図で、底辺の長さ10センチですね。これとこれ足した5四角が10センチです。二四角、高さですね。高さは4センチだから、この三角形の面積は 10×4÷2。これで20平方センチメートル。こういう風になってますね。じゃあ、あとこの斜線部分の正方形ですね。この正方形を出したいんですけれども、底辺の長さが5センチの直角三角形、10センチの直角三角形、15センチの直角三角形が重なっている図です。相似比は、5対10対15。簡単にして1対2対3ですね。相似比は1対2対3の三角形が重なっています。面積比っていうのは相似比の2乗比ですね。2回かけた分。1×1 対2×2 対3×3。つまり、1対4対9ですね。一番小さいもの、これを1としたときに、ここが4。そして全体が9だから、ここは9から1と4を引いて、ここも4になりますね。っていうことは、こことここの面積一緒だから、この面積はここで出した20平方センチメートル。こういう風に出すことができますね。よく入試で出てくる難問には全体の図形の一部だけを書いて、その図形だけを見て考えなさいという問題もありますけれども、この問題の場合ですね、必要な部分だけを見て、全体のいらない部分を消し、より単純化した図で考えてもらったらいいと、こういう問題になっています。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。